では、ランニングと基礎訓練が終わったところで、ノインベルト戦術についての講義を行いますわ。あら、ノインベルト戦術なら知ってるわよ。特殊な弾丸をチャームで弾いてパスするあれでしょ？姫香ちゃん、ご存知ないのですか？百合ヶ丘は、ノインベルト戦術の教育において、世界レベルの実績を持つ、名門中の名門なんですよ。その百合ヶ丘の方から、講義を受けられるなんて、貴重な機会です。聞き逃さないようにしましょう。カンバ女子でも当然、一通りの戦術は、カリキュラムに含まれているけど、百合ヶ丘の専門教育に比べれば、まだまだでしょうね。楓さん、ぜひご教授してほしいわ。そうね。では、どうせだから、基礎から説明することにしましょう。はい、ちびっこ一号。あなたに説明を頼みますわ。私ですか？突然のキラーパスだね。わかりました。僭越ながら、この二川文がご説明させていただきます。まず、ノインベルト戦術というのは、通常9人のリリーで行う集団戦法なのです。もっとも、ヒュージの強さや規模によって、この人数は変動します。5人で行う場合は、正式にはフンフベルトと呼びますが、総称として、ノインベルト戦術と呼ばれることが一般的です。ちなみに、ノインベルトとは、9つの世界という意味よ。マギスビアを9つの世界に模したチャームを通して成長させてヒュージに向けて放つんですよね。その通りです。最初の一人が特殊弾を使ってマギスフィアを生み出し、できたマギスフィアをパス回しすることでリリーのマギを一つの玉に込めていきます。ノインベルト戦術は9人分のマギを集めた分の威力がありますわ。大抵のヒュージはこの一撃で倒せることでしょう。必殺技だ。その通り。ですが、この必殺技を叩き込むには相当の連動が必要です。何よりもリリー同士の連携が必須になりますわ。そのためにもリリーたちはレギオンという戦術単位で編成され、普段から絆を深め合う必要があるのですわね。リリーさん、いつも一緒にいた方が息が合いますもんね。楓さん、私が説明するはずじゃ。百聞は一見にしかず、お手本を見せてあげましょう。そうですわね。では、私たちも5人で行いましょうか。リリスさん、ユユ様、マイ様、シェンリンさん。はい。わかったわ。おう、任しとけ。お手本になるかはわかりませんが、尽力いたします。